久保さん。まあ確かに今の時代ポケベル売れって言ったらちょっと難しいですよね。やっぱ時代の流れって言ったらね、確かに麻雀店時代の流れでまあきついっちゃきついでしょうね。さすがに今ポケベル売れっていう、まあそんな感じですよね、イメージとしては。うん。まあそれはね、僕の僕麻雀店やってないので、あの麻雀店やってきた久保さんにしかわからない麻雀店の業界のいろんなあれがあるだろうし。うん。でまあ今回、挑戦すかね。 みんなが挑戦できない理由とかね、にしときましょうか。みんなが挑戦できない理由。これは単純に久保さんが前回の動画で言ってたことに、まあ、ヒントが隠されてるんですけど、それはみんな考えてるからですよ。まあ、あの、考えること大事なんですけど、考えると余計なこと考えるんで。<laughs> だから、まあ、とりあえずやってみっか、みたいなね。一応やってみっか、みたいな、そういうそのノリ。だから、挑戦っていうのはノリだと思います。ノリがいいか悪いかっていう。 うん、多分ですね、それぐらいじゃないですか。うん。なんか、成功してる人の中で、まあ、もう思考でね、もうロジカルシンキングにも緻密に立てる人もいるので、あの、全部ではないですけど、割合的には、ほぼノリがいいですね。成功してる人たち。いや、ちょっとそれは、いや、ちょっとそれは、うん、いや、ちょっとそれは、ちょっとそれは、みたいな人は、まあまあいないですね、多分。それは、その話面白いですね、みたいな。 うん、とか、なんか、あちょっといき、よし、やりませんみたいな。もうちょっとやっちゃいましょうよ。みたいな。なんかそういう感じの人の方が多いです。割かし。まあ全員じゃないですけどね。うん。だから、まあ、あの、本当に考えたいんだったら、もう、鬼のごとく、多分ね、めちゃめちゃ考えて、めちゃめちゃ、あとは仮説、検証ですよね。だから、その、この、さっきの、この前の動画で、リラックさんの、あの、250億手にした人も言ってたんですけど、めちゃくちゃ検証しますね、あの人ね。 仮説と,あのあとは分析ですよねあすげえしてんなと思うんですけど。だから、もう鬼のごとくするっていう。だからね、僕がびっくりしたのが、その、店舗にね、バイトに入る場合もあるって言ってましたからね。<laughs> バイトまで入るんだみたいな。時には。時には、まあ、お,お客さんでリサーチしに行くのはわかるんですけど、バイトとして入るんだすげえなと思いましたけどね。普通やらないですよね。バイトとして入るとか。 かなり徹底的にリサーチ、検証、仮説っていうのはやる、や,やるタイプなんじゃないですかね。あの人は。うん。僕は、ノリですね。で、ノリが、これね、申し訳ないですけど、ノリがまかな、まかり通るのはネットなんですよ。だからその、店舗ビジネスだと初期費用はどうしてもやっぱいるので、で、ネットの場合は初期費用まずいらないし、はい、ええー、ちょっと途中で切れちゃいましたけど、 まあ、とりあえずネットの場合は、あらりが、あの、初期費用かかんないので、勢いでやっちゃえばいいんじゃないかなと思います。だって、やらないよりやった方が絶対いいので、可能性広がるじゃないですか。やらない可能性とやる可能性、どっちの方が可能性高いですか。やった方がいいですよね。まあ、YouTube やれとかね、言ってますけど、まあ、やってる人少ないですよね。<laughs> 最近ね、超、すごくね、久保さん、面白い人が出てきて、昨日かな 昨日ぐらいに僕のことを知って、ドリアカどうやったら入ったらいいんですかっていう速攻お問い合わせ来て、あと交渉までしてきた人がいて、これ結構いないんですよ。ね、久保さんの速化塾に入る人も、いや、もう久保さんも何年見てきて、何年見てきて、入りますみたいなね。大体重いんで、腰が。<laughs> ね、<laughs> まあ僕のお客さんでも結構多いですよ。もうずっと見てるけれども、なかなか行動できないみたいな。その方はね、多分ね、事業ちょっとやってたっぽいですね。お問い合わせのな、見ると。 ビジネス感覚はあるんじゃないかなと思いますけど、まあ、とりあえずネットに関しては本当にやらない方がもったいないっていう話なんで、やればいいんじゃないですか。ブログとかも何あの、店舗に比べるとランニングコストいくらよなんドメインとかね、あのサーバー代も鼻くそレベルですよ、その店舗の固定費に比べると。でも、それもやりたくないな、たくぼさんのジン人痘ですね。ジンド痘マスターみたいに。<laughs> もう0円本当に使い倒すっていうね、方法もありますんで、ね、久保さんがすごい、ね、一番すごいと思いますよ。僕ね、人痘はね、まじ神だと思いますよ。多分、日本でトップクラス人痘使った人だと思います。無料を。しかも無料。全部無料。あれはビビりましたね。いってらっしゃい。